はい、あれです。高津ダイナスキー・スノーボードの、年収300万円のおっさんがコロナにかかってですね、給料が減ったということで、うん、今日はその給料明細を見てもらおうかなというふうに思っております。これですね、汚いテーブルで申し訳ありません。給料明細、8月分ですね。で、これが1月から土日休みだから、土日休みで、ここでこの4日に分かって、で5、6、この辺休みですね、自宅療養で、この辺まで自宅療養で、自宅療養終わったと思ったら、お盆休みで、この辺まで休んでましたね。うん、で、その結果、ご明細ですけど、あれ、カメラが。銀行振込額15万6000。生存しかできないよというね、あの日給月給なんでこうなっちゃいますね。なんだろう、コロナに、ね、かからない方がいいですよ。持病持ちの人とか、お年寄りは、以外は、かかった方がいいっていうか、もう、2類から5級、5類にしてね、普通の、風邪とかインフルエンザにした方が、経済が回っていいだろうなと思うんですけど、僕みたいに持病、喘息とかね、そういう人は、本当、ならない方がいいですよ。僕も喘息悪化しちゃったし、いろんな、この前も 3回目の点滴打ってきましたね。苦しいから。で、これ、届きました、みんな。マックアース、チューブ、スノーアイランド、あ、こっちの会社か。こっちから、このさ、シーズン券の案内、届きましたかね。このさ、またこの 5箇所でしか滑れないのか。もっとウィングとかさ、名宝とか、あっちでも滑れたらいいのにね。うん。マックアースは、あれでしょ？こんだけだけど、チューブなんとか、アイランドですか？スノーアイランド株式会社。もっと広範囲の会社じゃないの？どっちがでかい会社だったっけ？うん、どっちか忘れたけど、もっと広くしてくれればいいのよね、滑れるとこ。販売期間、8月、俺ま、ああ、そういうことか。うん、そのコロナがね、まあその従業員でね、コロナ陽性だったからもう営業止めますとか、そういうのはあれは緊急事態条項でしょ、条項じゃないわ、緊急事態なんとかでしょ、もうやらんでしょ多分、さすがに分からんけど、まあ、次はインフルエンザですよね。うん、まあ、僕はインフルエンザの予防中、あ、今日ね、8月28日、うん、夕方、コロナの3回目のワクチン接種に行ってまいります。レーソンに。ワクチン接種行ってまいります。あ、ソニー、この前食べたかぼちゃがついとるじゃん、かぼちゃ。それかぼちゃでしょう。え？そういうのは気にしないの？男だからいいか、そういうのは。
女に会うわけでもないしな。はあ、そうですか。そういう。よし。ということで、以上です。15万円給料ですね。給料アップしなきゃいけないな。こいつをね、勉強して、まだ勉強始めてないけど、もう喘息が偉くて、これを、今年収300万円だけど、これで500万円になれたら、なれたらいいなって。まあこれ取ってもね、まあね、400万円から600万円の空いただろうな。うん、そうそうそう。ですね。ですね。君も老衰してからもう手がダメになったね、腕が。もう散歩してもね、歩けないんですよ。ね、ソニー。よし。はい、ということで、今日は他にも動画出します。じゃあね、バイチュル、バイチュルリンク。